はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。えー、またまた動画お久しぶりでございますが、本日はですね、久々に、まあ、一柄ですかね。はい、あの、昔見たく、あの、銘柄紹介、銘柄分析、えっ、ー、と、一銘柄だけですけども、していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。えっ、ー、と、本日、伊藤園ですね。はい、という形、伊藤園なんですけども、あの、幽体狙い、配当狙いでですね、ちょっとぜひ保有ありじゃないかっていうのをですね、あの、思っておりましたので、ちょっと、あの、 この動画でで共有ささせてください、まあ、伊東園なんですけども、まあ、一番注目していきたいのはここですかね。あの優先株っていうのがございます。はい、一般的にあの普通株、あの皆様保有されていると思いますけども、優先株というのもありまして、まあ、優先株何が優先されるのかと言いますと、あの議決権がない代わりに、えっと、配当とかで、えっと、普通株に比べると、配当とかの,あの魅力度がアップするようなもの、えっと、これが優先株です。 はい、あの実際に決算を見ていくとわかるんですけども、えっと伊藤園ですかね。伊藤園のえっと普通株の配当っていうのがあのまだいたい。えっと。 どこだあの、下に記載なら40円ですかね。はい。1年で40円ぐらいなんですけども、えっと、第1種優先株に関わる配当状況については、以下参考をご覧くださいっていう風な形でありまして、以下参考っていうのを見ていくとですね、えー、っと、優先株の方は、あの、50円もらえるんですね。はい。というところで、まあ、普通、あの、一般、 1個人投資家にとっては議決権なんてもほぼほぼ不要だと思いますのであのそういう意味だとあのこの優先株あの楽天とか SBI 普通で売買普通に売買できますのでこの優先株をあの保有するとあのうまいことがありますと。はいで あの、ただただ、あの、優先株の、あのー、配当がいいっていうわけではなくてですね、株価もですね、普通株と優先株に比べるとべらぼンに違いますと。こちら、あの、42593の方で普通株になります。はい、こちらだいたい4590円なんですけども、あの、優先株の方は1822円っていう形で、まあ、知ってる方も少ないっていうのはあると思うんですけども、まあ、その議決権がないっていうのがですね、大きくて株価もめちゃくちゃ 安いです。はい。まあ、ちょっと安いっていう言い方をすると、やや語弊を生みそうなので、まあ、普通株に比べると圧倒的に安いっていうような感じで、えっ、ー、と、まあ、ちょっとご紹介しますけども、まあ、株価も単純に安くて、かつ普通株に比べると配当も10円が高い。そしてですね、え優、ー、待も普通株と同様にあります。はい。 という形になりますので、まあ、インカムゲインと欲しい方配当欲しい方でかつですね、まあ、あの伊藤園私もあのお茶大好きなんですけど、まあ、伊藤園 じゃないお茶も結構好きなんですけど、まあまあ、伊藤園も好きっていうことで、はい、好き、好きです。はい。なので、まあ、普通株式、えっ、ー、と、または優先株式、それぞれの保有株式に応じて、以下の通り、えっ、ー、と、贈呈しますよっていう形で、まあ、伊藤園の方は、あの、自社の製品になりますので、まあ、あの、優待廃止とかも、あの、かなりしにくいかなと思ってますので、まあ、そういう意味でも、あの、100株保有で、かつ優先株ですかね、まあ、保有すると、 えっ配当もたくさんもらえますし、えっと、まあ、1500円相当の優待も,もらえるっていうところで、えっと、いいのかなって思ってます。で、えっと、まあ、ちょっと総合利回りとか後から計算するんですけども、えっと、まあ、今、なんていうんですかね、えっと、マクロ的にもちょっと伊藤園有利に働いてきてますし、テクニカル的にも、あの、伊藤園、あの、かなり、えっと、良くなってきているっていうところで、えっと、ご紹介したいなと思ってます。先週かな多分、 前々回ぐらいのメンバーシップ動画とかでも、あの、伊藤園の、あの、優先株をご紹介してました。あの、ここはですね、あの、普通株の方で出来高が増えてきていて、まあ、いわゆる、あの、かなり、えっと、売る人がどんどん増えてきているので、そこじゃないかっていうところがあったっていう点と、まあ、一応、あの、優先株の方はダブルボトム的なものを経営していたので、まあ、そういう意味で、こちらデキ高は出来高逆に、あの、あんまり増えてなかったんですけど、そこじゃないかっていう読みのもと、 えっと、言ったんですけども、まあ、あの、テクニカル的にも、ちょっとずつ今、取れていそうな感じもしてきています。移動平均線はまだ、あの、長期とかは下落サインなので、まあ、教科書的にはまだ保有すべきではないんですけど、まあ、あの、インカム狙いっていうところと、ま、貯金決算とかも一応増収増益で、かつ、今、円高来ているっていうところで、円高は内需株あの有利になりますので、まあ、そういう意味でも、マクロ的な観点でも、あの、伊藤園有利に働いてきている、 えと情勢がありますので、えー、とそういう意味でもあ,のありなんじゃないかなっていうところでちょっと今回あの普通の動画の方で伊藤園、えー、の優先株ですかねっていうところをご紹介させていただきましたはいちょっとあの前置きはこんな感じになりますけども、まあ、ちょっと直近の決算とかも含めてですかねあのご紹介していきたいと思います改めに言ってにはなりますけども伊藤園ですかね多いお茶 とか、あと一日分の野菜とか、まあ私ここら辺よく飲んでますけども、あの、飲料系、あとはタリーズを子会社にしてますので、まあこのタリーズっていうところで、えっと事業とかを営んでいる会社です。まあ直近決算とか見てみるとわかるんですけども、タリーズがべらぼうにあの業績、あの、回復してきておりまして、えっ、ー、とまあ、かつ、まあ、およお茶とか安定しているっていうところ、そして、えっと、あの、値上げ効果ですかね。 はい、あのインフレとかの影響で、まあ、いろんなあの飲食系止め柄、ね、あの値上げしてますけども、まあ、それの利益っていうところも、あのちょっとずつあのついてきているっていうところで、でかつ今、円高になっていますので、はい、そういう意味であのいいんじゃないかなっていうところです。えっと、株価4485円ですけども、まあ、ちょっとこれ、1日ずれて4590円ですかね、105円ぐらい上がってますが、優先株の方は千は1822円という形になってます。 はい。で、えっ、ー、と、伊藤園の、あの、直近の決算ですかね、えー、の前に、えっ、ー、と、次、もう今、決算ラッシュなので、そろそろ決算が来るんですけども、次の決算は一応予定だと、まだ、予定してないのか、はい、まだですね、失礼しました。ちょっとまだ分からなかったんですが、直近決算の方は12月1日なので、まあ、2ヶ月後っていう形、あ、3ヶ月後で考えると、まあ、3月頭ぐらいですかね。 にえっとまあ、おそらく次の第3クォーターの決算が出てくるかと思います。はい。で、第2クォーターの決算、12月1日に出てますけども、そちらの方、売上高8.9%増収、ね、値四点四4.4%増益という形で、一応本業の方、しっかり増収増益していますよというのがあります。で特にですね、あの力強くあの回復を見せているというところがあの、タレーズですかね。はい。になってまして、えー と、まあ、リーフ系、リーフドリンク系っていう、いわゆる、まあ、一番あの、ネームバリューがあります。多いお茶系ですかね。こちらの方は、 8.3%増収の営業利益の方が4.1%減っていう形になってきてます。はい。これが利益102億ぐらいですかね。で、飲食関連事業って形、こっちらタリーズコーヒーの方。こちらが売上高が169億で21%増収の営業利益の方が13億っていう形で、まあちょっとこれパーセンテージあんまり味ないですけども、まあ結構回復してきたよっていうのがあります。 はい。で、えっとここの多いお茶とかもですね、あのまあ、値上げ効果っていうところがあの生じて、何て言うんですかね、えっと来てあの値上げ効果の方もえっと来ておりますので、まあ、そういう意味でもはい、あの資材費の高騰とか原材料価格の高騰っていうところをはい営業増益っていうところでまあ、しっかりとあのカバーしてきているっていうのがあります。 はい。これが直近の決算ですかね。で、まあ、他のところは、何か注目すべき点があるかというと、まあ、そんなにないですかね。まあ、財務も特に問題ないですし、はい。自己承認率51%ですね。まあ、配当も、あの、普通株は40円で、ね、利回り、えっと、少し、えっと、少ない、えっと、1%いかないぐらいなんですけども、 えっと、まあ、優先株の方は50円ありますよと。通期の方は一応増収減益、えっ、ー、と、見込みではありますが、まあ、第2クォーター時点で、えっと、実績で2.2%増、増益か、えー、最終準利益増益してきていて、まあ、ちょっと円高きているっていうところなので、まあ、ちょっと情報修正が入るかもしれないなっていうのは、の個人的には感じてます。 はいでえっと、総合利り回りですけども、ちょっと先ほど申し上げた通りえっり、と、株価の方がまず、えっと、1 8八百今22円ですかね、現時点。はい、で配当が50円。はい、で、一株当たり50円で、えっと、優待が1500円なので15円ですかね、1株換算しますと、1 5 0 0り1 0 0で。で、これを、えっと、1822の株価で割ってやって、 かける100%にしますと、まあ、優先株でいうと3.56%という形で、まあ、そこそこあのいい利回りになってます。はい。で、えっとま、ちょっとこちらあのテクニカル的にもこの陽線を1、2、3、4で5回上がって1回陰線つけてますけども6、7、8って形で結構連投してきているってところで、えー、この連投はですね過去の冷やし見てもそこあんまりないので。はい かつ、まあ、普通株の方は、まあ、しっかり出来高を増やしながら上昇してきている点っていうところ、まあ、ここら辺はあの底、そこ、出来高が増えているっていうのが、あのまあ株価チャートでいうとそこの動きで、かつ出来高増えながら上昇してきているっていうところなんで、ここら辺は力強い上昇っていう意味でも、あの今後取れ点が見込めるかなっていうふうに思ってます。はい。 で、まあ、マクロ的な情勢もあり、ちょっと他のお茶会社とかはどうなのかっていうところはあるんですけども、まあ、増収増益っていうのが直近決算でもありますので、まあ、結構、あの、テクニカル的にも良いですし、ファンダメンタル的にも良いかなっていうところで、まあ、ちょっと伊藤園、今、あの、個人的には狙い目なんじゃないかなと思ってます。はい、あのー、ちょっと私が保有するかっていうところなんですけども、あの、ちょっと保有するか悩んでいまして、理由としては、 めちゃくちゃ魅力的な銘柄っていうのはありますが、うーん、もっといい配当の銘柄ないかなとかってちょっと欲張りなあの一面もありまして、ちょっとあの、保有するかは悩み中ではあるんですけども、まあ、ちょっともしかしたら保有するかもしれないかなっていうところで、えっ、ー、と、単純にあの、今、タイミング的にはいいんじゃないかっていうところで動画でご紹介させていただいたっていう形になります。 はい、えー。そんな感じですかね。まあ、伊藤園、あのー、普通によく私は、あの、普段飲んでますので、ちょっと飲食系と言いますか、飲料系の銘柄、あの、一銘柄も私持ってないので、はい。最近は地銀とか保険とか、そうですね。うん不動産とか、まあ、あ時々グロース銘柄とかっていう感じで、あんまし、 <coughs> このサービス系、飲食系、2500系、2000万台とかの銘柄あんま持ってないので、ちょっと気になってるっていうところ。まあ、タイミング的には面白いかなと思いますので、もし、えっ、ー、と、この動画見てくださりまして、えー、気になったよっていう方はですね、はい、えっ、ー、と、見てみてください。ディートエの優先株なんですけども、えっ、ー、とですね、あのー、今これトレーリングビュー上だと 2593P って書いてありますけども、25932とか、なんかあのー、 違う数字とかで、えっと、ネット証券とかでは、あの、検索したら出てくる場合もあります。まあ、伊藤園で検索してくる、していただきますと、多分2つ出てくると思いますので、あのー、優先株っていうところですかね。まあ、1800円台ぐらいの,あの株の方を、もし聞いた方は、あの、注文して、薬状、まあ、保有していただく形になるのかなと思います。はい。一応、あの、えっと、 これが100%取れてここから上昇トレンド入りするっていう確証はないんですけども、まあまあまあ、期待値的には高いんじゃないかなっていうところになりますので、ちょっとそこだけご承知おきください。あの、もちろん間違ってる可能性もあります。はい、という形で最後にはなりますが、えっとあ、ごめんなさい、最後までご覧いただきありがとうございました。以上となります。失礼します。